こっち映らない。本当だ。ユーストリームでは映しております。これあのカメラの位置でちょっと映るようにもできますので。ここでいいですか。はい。ユーストはこちらからやってますので。でこれカメラちょっとどうしようかな。これは一人用みたいな追加してるあれなんですけど、あの。お願いします。いいですか。映ってます。はい。あ、口に塗ります。はい、ごめん、小沢さん映ってるから。あ、なんか映ってんな。あ、おてこですね、申し訳ないです。大丈夫ですよ。今、はい、あ、今、いい感じ。少し前に。あ、はい、はい。はい。須永さんもマイクでできるぐらい近づいて、はい、あの、きつくぐらいお願いします。英語も？あ、はい。これはい。写真撮ってもらう。はい。面白いです。あ、あ、オッケー。録画も。録音も。これ、ツイッターの配信します。あ、お願いします。で、時計があちらにあります。はい。これあれか、帽子あったら。まあでも、顔を撮れますよ。違う違う。ど、あ、そうですね。これを、これをやってから帽子。はい。やばいよ。見てる。見てるよね、どうしようか。で、これ、こう、こう、あ、後ろは。バカだよですね。で頭ちっちゃいから。いいですね。するって落ちるんですよ。僕全然落ちないですよ。あ、落ちるほら落ちる。ね、狭くない。これ以上狭くならない。それかあのこれ。あ、もうこれ。ああ、だいぶだいぶ。何？あら、あのそっか、話に集中できないくらいです。で。あと1分半で始まります。あ、大丈夫だ。いけるんじゃん。OK。最初はもう、いろいろ大変だ。OK。次、それね。落ちた。OK。この紐で。あ、出てる。はい、1分前です。え、もう、はい、はい。曲からスタートです。あ、1分前じゃないか。2分前か。2分前です。私が56分。あと、写真撮ってます？あ、お願いします。1分前です。あ、わかりました。はい、1分前です。いきます。はい、チーズ。もう一回いきます。はい、チーズ。OK です。最初、キツアメにして、ちょっとアメリカのセリフが入ります。ああ。キス、インマイ、アイ。あ、好きですよ。それ入れてください。聞いてくれ。ユースト、オッケー。録音、オッケー。わあ。二、一、はい。あれ。はい、はい、行きました。はい、行きました。すいません。あ、早かったみたいです。まだ。ストップ。カウントしてごめん。はい、見て、ごめん。オッケー、オッケー。ごめん。オッケー。はい、じゃあ行きますね。さあ、始まりました。個性で運ぶ幸運のキャデラックとルース。大丈夫。皆様こんばんは。10月5日月曜日夜9時を回っております。
この番組は私、テンガロン小ズネ、アイパートム、ミスターパンダマンと、今週はゲストの砂川雅美さんを、お招きしましてお送りいたします。個性が運ぶ幸運のキャデラックとルーツ。この番組は懐かしい甘い恋話や若い恋の思い出などリスナーさん皆さんと一緒に面白おかしくトークをしていく番組です。リスナーさんの皆さんもぜひご参加をお待ちしております。メールアドレスですね、797@fmkinowan.com。でファックス番号を、あ、すいません、ファックス番号を聞き漏らしております。すいません、お待ちくださいね。ファックス番号が 098-943-0094、 098-943-0094 でお待ちしてます。また FM キノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見る、あ、すみません。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートもお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。はい、では自己紹介です。私テンガロン、あのテンガロンハットをかぶってますね、テンガロン小ズネこと崎原小ズネです。よろしくお願いします。はい、トムさん。ハイパートムこと岩永智美です。よろしくお願いします。はい、ミスターパンダマンこと金城智美です。今日はゲストで、はい、今日もお招きいただきありがとうございます。砂川雅美です。よろしくお願いいたします。はい、砂川雅美さんなんですが、はい、ありがとうで夢を書いていらっしゃいますよね。はい、4人の息子さんを甲子園に送られたお父さんでもあります。てるてるさんことですよ。てるてるさんこと、はい、砂川雅美師匠です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかこんな感じで始まっちゃいましたけど、はい、めっちゃ緊張。打ち合わせするって言って雑談ばっかりしてなんかやってなかったね。曲にまず、そうですね、いきたいと。じゃあ、はい、曲の紹介を。はい、じゃあ本日の1曲目ですね、郷ひろみさんとキキキリンのリンゴ殺人事件です。どうぞ。どうぞ。どうした？怖い。いやいや、慌てますね。ごめんなさいね、こちらも。いい。最初のあれで慌てさせましたね。一回オリエンテーションすればよかった。やばい。カミカミや。大丈夫です。大丈夫？はい。もうテンカロン、あかんわ、これ。2曲目がピンクレディでしたっけ？ピンクレディのサスポーツ、サスポーツ、はい。困った時は曲言って全然大丈夫ですよ。曲言ってもいいですよ。紹介していただければ。それではここで1曲を聴きくださいみたいな。あ、それだけ。そうそうそう。で、もし余裕があれば曲紹介。はい。ピンクレディでサースポーみたいな感じで言っていただければ、はい、よりありがたいです。あ、じゃあ、はい、とりあえずは、ここで1曲お送りしますみたいな、はい、いいです。そしたらこっちで準備ができるので、あー、わかりました。で、曲紹介していただけたらタイミング合わせていきますので。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、あー、もうドキドキしてドキドキしますね。すいませんね、こちらもドキドキしてるから次何喋るの今度は、自分でこのリードで。そうして、そうして。ドキドキする。
ここの紙がなかったら終わってない。会社のではなくて、ツイキャスも来てます。あ、来てるんだ。ミッキーさん。サミカミじゃないんですよ。ミッキーさん。ケンタロウさん、今のところパーフェクトで、あ、メッセージも来てます。これにコメントが入るんですよ。え、なんで聞こえてんの？あ、これでも配信してるので。配信してるの今日？はい。で、10月5日も配信するの？はい、誰があ10月5日はネットはちょっと配信は難しいんですけど、ね、あの放送はこれ流しますので、はい、これ何？誰が聞きやすいってミッキーさんって方で途中部屋でミッキーさん誰やの？あのミッキーさん、はい、天狗王さん頑張れってレイさん、マイナスかっこいいですか？誰やの？ああ、わかった。なにわやかな川ちゃんのゆきさん、残念家まで電波が届かないです。ゆきさん、うちの子でした。ゆきさん、お気がしです。よかった。で、これ呼んでもいいの？あ、はい、いいですよ、来てますよメールで、メール来てますよ。私、全然目は合って見えない。ゆきさん、みきさん、ミッキーさん、ミッキーの、いえ、多分ね、小泉さん知らない人だと思います。ああ、好きなんだ、 FM の、あの、すごい、そうです、ヒルワンのファンっていうこと。はい、はい、分かった。じゃあ、文章読み、そんな余裕ないかもね。最初は何本、こっち書いて、書いて、書いて、何さん、ユキさんと、ユキさん、沖縄市の方、ゆき。電波届いてないのにどうやって分かるの？これで見てるの、ネットで。ああ、ネットを見て。はい、自分とじゃあ。じゃあ今生放送やってるってこと？会話しない。今生放送でやってるってこと？あ、違うんです。録音です。会話も混ぜながら。ネットは生放送でやってる。ちょっと考える時間を持たせた方がいいです。あの、会話っていうか、自分と。トムさんがちょっと開けたちょっと話を始めながら、小杉さんが構成組み立てながら入ってくるっていう感じですね。質問形式にしてあと1分20秒アイディアが多くこれが、じゃあこれどっから入れてもいいの？1分でやってもらいます。メッセージしてます。ちょっとなんかその方がいいです。その方がいいです。どっかって、そうだ、そうしよう。最初、BGM 先行でいきます。僕が合図したら喋ってください。あれ、さっきのところ小泉さん聞いてるかな？はい、僕が合図したら喋ってください。はい、わかりました。今はドリーム、今まで入ってないです。今までは放送してないよね、今はね。はい、おい、ユースト放送してないよね。おいしてるから、みんなこれメッセージやってるんじゃなくて、チーキャスは今も、はい、10秒前です。チーキャスっていうチーキャスが入った。7、6、5、チーキャスが入った。いただきます。
はい、聞いてもらいました。なんか今日一発目ということで、はい、トムさん、はい、なんかふにふにした感じふにふには初めてこのマイク向けられてるからですね調子的にも大変です。早速あのこういう、セキャスの方も結構コメント届いてるんですけど、そうなんですよ、あの私がカミカミトークしてたんですけど、うん、全然いけてるでみたいな、うん、はい、東京からミッキーですよ、はい、よろしくです、うん、ミッキーさんありがとうございます。ありがとうございますで沖縄市の方なんですけども、あのユッキーさんですね、この方からも、電波が届いてないっていうですね、はい、あのメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ユッキーさん早速ね、ということで、はい、今日早速一発目ということなんですけど、はい、まあ個人個人がまだ初めましてっていうところもあるので、はい、リスナーの皆さんに一人一人ちょっと自己紹介というか、まあ、冒頭であの名前の発表をしたんですけど、はい、どんな方かなっていうのが結構あの気になってるところだと思うので、はい、一人ずつちょっと自己紹介と、なんていうんですか、どういうことをやっていきたいとか、はい、意気込みとかそういうのあればちょっと言っていきましょう。はい、じゃあ、端からです。そうですね。そうそうそう。本当に緊張してるのに、いきなり。一番あの左足にあのトモさんが座ってますので。じゃあ、アイパートモさん。アイパートモさんからお願いします。皆様、はじめまして。アイパートモです。よろしくお願いします。はい、この番組を始めるきっかけになったのがですね、はい、この3名でですね、揃って、飲みに行きながら、何かこう沖縄でですね、沖縄から訪問を配信していきたいなということから始まってですね、もう何も考える時間も何もなくて、すごい始まってこの日にたどり着いたという形ですね。びっくりでしたね、この早さは。ね、はい、で、はい、僕の方はまあ、普段はサラリーマンやってるんですけども、車の方でですね、沖縄のモータースポーツ界を発展させていきたくて、あの無弱ではあるんですけども、少しずつですね、子どもたちに青年、教育とかですね、やっていきたいなと思っています。でまたあのイベントとかもですね、少しずつやっていって、子どもたちに楽しく、そして健全なモータースポーツをあの活性化していければと思っております。はい、以上です。はい、はい、続きまして、パチパチしたいんですけど、私この天下の鳩を買ってですね、このヘッドホンをつけるとどうも心地が悪いので、ちょっとあの天下のを外しましょうね。コスネだけになりましょうね。はい、いいでしょう。いいですか、じゃあ、はい、すいません、失礼いたしました。私なんですけども、この今回この3人でそのトムさんをおっしゃってました、この車モータースポーツ、の、子供の向けのね、そういう先登場を作っていこうっていう、会社を3人でっていうか、あと1人いるんですけど4人で立ち上げしたんですけど、そっちでマネージャーをしておりまして、この番組を始めたきっかけは、まあ、私が以前、ラジオのパーソナリティもやったことがあって、でまずはこの、電波を通じて私たちがこれをやりたいよっていうことを仕掛けようじゃないかっていうことで、ラジオ番組をやっちゃおうやっちゃおうっていうことで、ホッキリですね。はい、普段は某、ゴルフウェアショップでお仕事させていただいているんですけども、そっちにパートをしております。4人の子供を持つ、お母さんです。はい、よろしくお願いします。いいですかね。なんかこれあれですよね、面白いこと言わないといけない流れも来てるんですけど、言わないですよ。はい。
僕が、ミスターパンダマンこと、金城隆文と申します。まあ、テガロンさんと以前から結構仲良くさせてもらってて、まあ、別の曲で、番組も僕もやっててですね、まあ、兄弟番組とまではいかないですけど、それに近いような感じで、テガロンさんと地元も一緒、いろいろ共通点があって、はい、仲良くさせてもらってます。はい、で、昼間の仕事は僕は北中城の方で、映像プロダクションを、させていただいてまして、夜の方は、こっちの名前に、ルーツってあるんですけど、普天間にバールーツって言ってバーがあるんですよ。その、バーをもなんていうんですか、オーナー料してて、よく最近は専門で、そこで飲むこと多いですね。それでルーツっていうものを付けさせてもらってるんですけれども、まあそうですね、一番最近なんか感じて面白かったなってことはですね、小瀬さんが、小瀬さんの天下のさんFacebook で、1年前のあの日っていうのが結構、Facebook で出てくるんですよ。あります、あります。そのフェイスブックを、はい、アルビノワンの一郎屋っていう居酒屋で、見てたんですけども、はい、1年前の あの日っていうこの写真がですね、はいはい、この3人、あ、だっただっただから私も3人で飲んでる写真が出てきて、これを見てもう爆笑でですね、ちょうど1年ですね、何も変わらないんですまた2年後、3年後っていうね、3人でこういう写真が撮れたらなっていうのそうですよね、もちろんですね、はい、よかったなと思って感動してます、はいはい、番組ももっと盛り上げてですね、はい、いろいろなリスナーさんも混ぜながら、はい、また新しいゲストとかも、はいはい、どん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 ビッグネームを天下門さんが呼んでくると思うので、はい、ですよね、そうですよそこだけは任せてくださいそういう方を混ぜながら盛り上げていければいいな、意気込み言うの忘れておいたよろしくお願いしますはい、で続きまして、はい、本日はゲストというタイプで、はい、はい、ありがとうございます。ね、第1回目ということなんでですね、はい、僕も、どういうふうな話をして役に立つことができるのかって思ってるんですけども、はい、読んでくれてまずありがとうございます。はい、いえいえ、ありがとうございます。はい、ちょっと今滑舌が悪いんですけど。どうされたんですか。歯の調子が悪くてですね。ああ、はいはいはい。高校の時にボールが当たって、はい、実は前歯が、全部差し歯なんですね。はい、でそれが昨日ですね、ちょっと、はい、事情があって、はい、一本壊れたんでですね、この差し歯がなんか抜けそうな感じがして。そうです。ハプニングありそうですね。ありそう。でも一生懸命頑張りますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。砂川さん、はい、最初に話したんですけれども、はい、どういう方かっていうのをもう一度ちょっと掘り下げてちょっと話したいなと思うんですけど、うん。そうですよね。はい、どうぞ。実は歯が抜けそうではあるんですけど、めっちゃビッグな人なんですよ。すごい人で。はい、そうですよ。砂川さん、どんな人です、天川さん。砂川さんと。砂川さんの、はい、まあ、経歴というか。はい、あ、そうですね。はい、4人の息子さんを甲子園に、うん、行かせていらっしゃるっていうお父さんなんですけども、はい、砂川さん自身も、少年野球からずっと野球をやっていらっしゃってて、でその息子さんたちが少年野球時代の時には、はい、全員どうですか、監督さんされてたんでしょうか。そうですね、まあ、コーチから始まったんですけど、はいはい、全員に携わってますね、私は。はい、すごいですよね、自分の子供にそのやっぱり甲子園に生かしたいっていう親、私も息子が役やってるんですけど、はい、生かしたいっていう気持ちっていうのは誰にでもあるじゃないですか。そうですね。それが4人ともみんな当たるっていうのがまたすごいじゃないですか。すごいですね。うん、でもこれっていうのはやっぱり今、冒頭ね、皆さんとお話をしていた、はい、なんか幸運を運ぶ番組、はい、そうなんですよ、じゃないですか。はい、僕はですね、もしかすると、はい、
あの幸運を、はい、引き寄せるようなことを子どもたちにですね、はい、させてきたような、感じがします。そうですよね、はい、だからその師匠って言ってますけどあのフェイスブックお友達でですね、あの砂川まさみさんのことをまさみ師匠と、はい、私がお呼びさせて読ませていただいてるんですけど、でのまさみ師匠のその何ですかね、夢を叶える方法っていうか、はい、ありますよね、はい、いつもこれをやっとけばこういうふうになるんだよっていう、はい、幸運を呼ぶんだよっていうのを、はいはい、ぜひ今日はね、はい、あの発表していただきたいなと思って。そうですね、せっかく第1回目の番組でもありますので、はい、あまりなかなか人には披露する機会がないんですけど、はい、特別に、はい、発表したいと思います。やった、はいはい、はい。今日またこれを送っていただいて、ちょっと見えますか、ライブのあるんですけども。これ、あれですね、はい、漢字の夢って書いて、はい、で、あの一文字で書いてあるんですけど、はい、この夢っていう漢字を、あの一文字一文字崩すと、ひらがなで、はい、ありがとうって書いてあるんです。そうですね。はい、この、あの、ありがとうっていう、この、もう、なんていうんですか、これ。これは、あの、木に掘ってもらう。琉球松ですね。琉球松です、ね、はい。で、番組のために、はい、砂川さんのご紹介、はい、寄贈して、はい、いただいて。あ、ですね、この、ありがとうで夢を、書いたっていうのは、これもあれですね、あの、まさみ師匠が、はい、いつも、あの、小さい時から持ってる無遊病みたいな、あの、夢の中で、はい、夢を崩したらありがとうになっちゃったみたいなのが、ひらめきだったんですよね。はい。はい、まあ、そもそも子供たちに、はい、夢っていうのは、感謝のありがとうがないと、はいはい、できないよっていうのは、実現しないっていう話をしてたんですね。はい、それが、たまたま、僕のですね、こう眠っている夢の中に、はい、そういう物語が出てきて、はい、そういう字が書けるようになったっていうことなんですね。はい、はい、まあ、それ以来結構この文字を使って子どもたちを指導していくと、はい、あの本当に、いいことがたくさん起きてきて、はい、で今でもこれが継続していいことがいっぱい起きてます。ですからこの番組もですね、はい、これからいいことがたくさん起こってくると思います。はい。今日もお前とかな、はい、はい。実はですね、あの、はい、まあ、ぶっちゃけて話すると、はい、この番組の前に、このロビーっていうんですか、ここで、はい、この4人あの集まって、トークが盛り上がりに盛り上がってですね、ちょっとネタ切れに近い状態が起きてます。ここで話すべき話、ね、FM ギノワンさん あのスタッフからするとこの人たち余裕だなって思ってますけどこんな感じで始まって出るんですけど、ちょっとトムさんがちょっと話をもっと入ってきてほしいな、はい、なんか頑張ります。トムさんに質問とかいいのですか。うん、この、じゃあ個性が運ぶは個性が運ぶんですよね、うん、で幸運をね運ぶんですけど、うん、そのキャデラックのね、うん、意味合いっていうのをちょっと語ってもらえたらな、うん、キャデラック、あの私が今キャデラックの方を所有してるんですけども、このキャデラックがですね、あの昨年前なんですけども、あの沖縄 IMP という会社がありまして、でそこであの知り合いになった、田中さん、今スーパー GT300 に参戦しています、田中さん、オーナーがいるんですけども、その方からですねキャデラックの方をあの譲り受けてもらいまして。何年式ですか。1947年ですね、はい、もう結構おじいちゃんですよ。そうですね。でそれをあの譲り受けて、で沖縄でこのキャデラックで走ると絵になるよねってことから話が始まっていてですね、で
で今回私の方で引き取ってここ沖縄に持ってこることができました。でまた本を呼ぶというキャリアップなのでイベントとかにですねどんどん持っていって皆さんが本当に幸せになってくれるイベントになっていってもらいたいなと思ってますね。実はこのキャデラックとても希少なんですよ。そうですね、はい、今日本に何台ですか。今おそらく同じ同型では2台ですね。2台で1台は厚木基地のところに、カフェがありましてそこに若狭夫人が乗ってきた当時のものが展示されているということです。すごい、若狭夫人が乗ってたんですか。この自分のは今自分が持ってるのはあれですね、はい、小勢夫人が乗るようでそれもレプリカの方です。あ、そうです。どう型っていうか、はいはい、ですね、同じ形っていうことですね、はい、本物はその厚木基地の近くのカフェの方で展示してますので、はい、この写真はどこで見れるというか、Facebook の方があるんですよ、はい、Facebook で、リンクが、コゼが運ぶコンのキャデラック&のルーツっていうこのページがありますので、はい、そこに写真が、はい、そうですね、はい、オレンジ、はい、オレンジ、オレンジです。キャデラックすごいですね、うん、いくらだったのって僕はトムさんに毎回聞くんですけど値段を教えてくれて、いやーすごいと思いますよ、はい、めちゃくちゃ高いですね、うん、ただ高いと思います。この幸運とか幸せを呼ぶためにはお金高いとか寄せるとかではないと思いますそうですね、はい、じゃあここで一曲、そうですね、はい、曲を挟みます。お願いします。ちょっと自分で喋るの私やばい。金城さん、はい、一緒ね、何かあったんですか。持ち上げましょう。聞こえにくいですか。ちょっとね、離れるとパンパンしちゃうんですよ。これネットで見れるんですよね。ネットのスイキャスライブ、あ、今見たらですね、また音がこう混在するので、はい、どうしようかな。今私が見るんじゃないよ。ああ、はいはい、見れます見れます。ツイキャスというのを検索してもらって、うん、で、FM ギノワンと、そのツイキャスの中で検索してもらえれば見れますんで。なんか来てる？ゆきさん。はい。配信しますね、はい、今で何分？半分、あ、今で3分、はい、早いね、うん、今だね、やってみますね。じゃあ今度は僕が上でした。そうですね、あれはまだそれに触れていきましょうか。そうです、はい、席替えしなくても大丈夫？席替えしようか。自分のスケッタ、オーバーはフリーズしてるので、そしたら、ね、また男性は切り替えてるので、そしたら、オーバーフリーズ話しやすいので、キッチボールもしやすいし。本当にそうなんだ。キャスティブシーって？こんにちは。皆さん、ピッチャーとか、野手とか、内野手ですね、はい、小学校の時はみんなピッチャーだったけど、うん、中学校の時も野手です、はい、左利きだ
はいないですね。はい、みんな右で。ちょっと移動すのは、左は。左、こっちから。左。いや、でも、曲中、でも、右も左も。右も左も打つんですか、左でも打つ。ああ、そうだね。で、足も速いです。足速いですね。それは誰に打つんですか。あの僕の女房は学生の時に短距離の選手だったんですよ、うん、はい、師匠も面白いですよ。まあまあですね、そんなにいつまでも遠いってわけなので奥さんは一番好きです。セリフ入ります。みんなご家族を見たこの視力で師匠です。ちょっと流れてるのかな、うまくこの、番組の、はい、番組はここ、綺麗に流れてるから。ああ、なんだか最後の締めくくりのあれがないんだけど、締めはフェイドで、あ、じゃあまた来週、バイバイ。あと、番組提供の書かれてもいいですか。今日この番組の提供は言わないといけないんだけど、ちょっとあの契約のある取ってないから、あ、じゃあ発表できる。じゃあ次回ね。あと1分です。ちょっと僕が用意した BG かけてみて、僕が用意した BG かけてみて、雰囲気合わなかったら小泉さんのやつまたかけます。これかけてるやつ。うん、違います。あ、これ CM の。これはまだ CM 代わりで、ちょっと今1分入れてます。はい、あ、はい。そのまま小泉さんが、なんでサウスポーをかけたかっていうと、そうです。このまま、須永さんたち。そうだね。まあ、全然違うんだけど。え、それを言う私が。あ、そうだ。もう、はい。あ、ピンクレディのサウスポーでした。経験にちなんだ昭和の一曲を5秒前です。はい、いきます。はい。懐かしかったですね、ピンクレディのサウスポー、野球にちなんだ昭和の、音楽を聴いていただきました。はい、まさに一緒。はい、はい、ではその甲子園に、はい、行くためのこの、息子さんたちや、はい、野球チームのお子さんたちに、はい、この教えて、はい、ね、そうですね、ましたその夢を叶えるための、はい、五箇条を今日は、はい、はい、そうですね、そもそもは、子供たちに、まあこれをすれば必ずね夢が叶うとかっていうつもりではなかったんですけど、はい、まあいい、中学生高校生大人になってほしいっていうことで、伝えてきたことが、本当に、夢を叶えたっていう結果になったので、今いろんなところから呼ばれてそれを伝えていくっていう活動をしてるんですね、はい、でそれを今日皆さんにもせっかくですから、お伝えしたいなというふうに思ってるんですけど、はい、はい、いいですか。はい、お願いします。ぜひぜひ。まあ僕が、伝えていることっていうのは5つのことでですね、まず1つは夢を決めるっていうことです、はい、夢を決めて、紙に書く。ね、夢を決めて、紙に書く、ね、作文でもいいし、まあ、絵でもいいし、そういうことをするってことがまず一つ目ですね。で、二つ目は、この夢が叶った時のかっこいい姿っていうのを想像する、まあ、イメージするってことですね。これが二つ目です。で、三つ目は挨拶の達人になる。
挨拶の達人で、4つ目が、コロコロ大作戦っていうことをやる。コロコロ大作戦、そうなんですよ、後で説明しましょうね。で、5つ目が、ありがとう大作戦っていうことです。コロコロ大作戦、コロコロ大作戦、ゴミを拾うコロコロ。あ、じゃあですね、まあ今この5つのことを一旦話したんですけども、まずじゃあ、3番目の、あ、4番目のコロコロ大作戦、これは何かっていうと、履物をですね、コロコロって揃える、っていうことなんですよ。帰ってきたらこっち向いてるのをコロコロっと、はい、そうです、そうです、すぐ出かけられるように、そうですね、揃えておく、はい、で、もちろんあの自分の履物を揃えるんですけど、近くにまたあのそういうのがね、あのバラバラなものがあれば、その履物も一緒に揃えるということですね、はい、それがコロコロ大作戦というんですね、はい、でもそれは、なぜそういうことをすることによって何がいいことがあるかというと、あの目に見えない幸運とかラッキーがですね、お前なんかにもきっちりとくるぞということをお話をして、小学生たちに伝えたらですね、やっぱりこう、幸運をこう自分のところに、引き寄せたいっていう思いがありますから、あのそういうので、させてたんですね、はい、コロコロ大作戦というので、はい、多分うちの息子は、はい、この師匠のこの五箇条を、はい、守ってないことがあるんですよ、一つ。あ、そうなんですか、はい、はい、最近大学の専攻をしたんですよ。昭和なんですね。はい。で、あの野球やってる時ね。はい。あのできてたんですよ、このコロコロ大作戦。はい。あの毎日帰ってきたら人の履物まで全部ずらーってちゃんと綺麗に並べ替えて。はい、はい。やってたんだけど。はい。野球引退して夏休みもダラーンってするじゃないですか、うん、あれなんか気が抜けるんでしょうかね。そうかもしれないですね、はい、あの何でしたっけ、なんとか症候群っていうの、燃え尽き症候群、はい、かもうダラーンとしてから、そのコロコロ大作戦もしなくなったんです。あ、そうなんですね。だから多分ね、あの落ちたんじゃないかなと。そうですね、それはもう、はい、あの簡単なことだけに、はい、あのいつでも、はい、どこでも、はい、どんな時にでもやるっていうのが、はい、このコロコロ大作戦なんですよ、はいはいはい、そしたらこう目に見えない幸運とかが、はい、つまりがこうひっついてくる、はい、確かにね、はい、そうですよね、うん、普通またあの出かけられる準備っていうか、はい、何でもそうですけど、これ使ったらここに片付けるとか、はい、してたらあの作業がさっさとできるじゃないですか。うん、そうですね。はい、職場でもですけど、うん、はい、だからあの師匠はそのそういうことを言ってやっぱり幸運が入ってくると、はいはい、そういう仕事につながっていくんだよとか、そうですね、信頼できる人なんだよとか、はい、そういうのの基礎なんですね。そうですね。基礎の基礎、はいはい、うん、そうなんです。そういう目に見えない基礎の部分をしっかりやっておけば、はい、グラウンドの上で、はい、野球の練習とかですね、はい、そういったのを、はい、努力することによって身につくということですね、はい、そうですね、はい、おお、素晴らしいですね。ちょっと質問があるんですけど、はい、どうぞ。やっぱり僕も以前から、はい、砂川さんと関わらせてもらって、はい、この五箇条って聞いてるんですけど、はい、ちょっと難しいなっていうのがあって、はい、これを砂川さんと会ってる時とか、はい、お話聞いた直後、はい、結構できるんですよ、うん、これを継続っていうのが、はい、なかなか難しくてですね、うん、この継続するコツとかこういうのもあるのかな。あ、そうなんですね。これは、やっぱりこう自分一人でやるんじゃなくて、例えば家族でやるとか、社員同士でやるとかですね、みんなで理解して、じゃ あのこれはいいことだから、心がけてやっていこうっていうふうに、誰かを周りの人を巻き込んでやっていけば、はい、チームワークですね。そうですね。忘れてると思ったら、はい、忘れてるよっていう声かけをしたり、また自分が、はい、やってあげたりとかで、そうですね、そのお互いっていうのをやっぱり人ってはですね、こう
こう一人ではできないと、はい、誰かに支えられていると、はい、支え合って生きていると、はい、そういうことですね。そうですね、はい、そういうふうにやれば、はい、あの継続してやっていけると思います。はい、はい、ルーティーンっていうのが必要なんですよね、はい、毎日何かを一つのことを続けるっていうのが、ね、そうですね、はい。じゃあ、ここにいるみんななんですけど、何か毎日続けてる、てることってあります？なんか、ほら、なんていうの、ちょっと、俺右からズボン履いたら運が悪いから左から履こうとかでもいいさ。あ、あるある。ある？僕ですね、朝、靴下履くときは左からですね。あ、そう。それは？いや、左、最初起きた時も、こう靴下履く時も、車出していく時も、必ず左回りって言うんですよね。はい、なんか、きっかけは何もなかったですけど、その左っていうのがあってやるようにしていますね。なんか、いつも毎日がハッピーになれるような気がして。はい。はい、僕は、はい、まあ、ベタですけど、トイレ掃除はちょっと毎日。あ、僕も、うん、そうですね、うん、はい、トイレ掃除と、あとこの仕事の洋服は自分で洗濯とアイロンが、さすが元野球部なんていうんですかね、まあ人にやってもらうと気合が入らなくて、あ、なんかそこから仕事が始まるんですね。そうそう、自分で難儀して制服っていうか、仕事着をアイロンすると次の日なんかせっかくあんな何にして洗濯して何アイロンしたのにもったいないっていう、うん、仕事はまらないっていう、わざとこういう状況を作ってるんですよ。はい、いいと思いますね。うちの父ちゃんも言ったってください。あ、父ちゃんは母ちゃんにやってもらった方が気合が入るのかもしれない。性格によりますよ。あ、そうですね。もう、うん、で、せっかくですので、はい、今日呼んでもらったので、はいはい、5番目のですね、はいはい、世界で最強の、はい、僕は子供たちには、はい、大作戦って言ってるんですけど、はい、このありがとう大作戦ですね、はいはい、これもいろんな人にこう、実践してほしいなと思ってるんです、はい、これをすることによって、応援してくれるファンも増えますし、はい、そして幸運がひっついてくる、はい、磁石がついた体にもなれるっていうことなんです ね、はい、ですね。これがありがとう大作戦ですので、はい、子どもたちには人から何かをしてもらったら必ず、感謝の気持ちをありがとうっていう言葉に乗せて伝える、はい、これがありがとう大作戦、はい、で使ってる道具にも心の中でありがとうっていう、使わせてくれてありがとうっていうのを言いながら、はい、思いながら使うと道具が見方をするよっていうことをおっしゃったんですね。おー、はい、これはぜひ皆さんにもお勧めしたいところなんですね、はいはい、じゃあもう私もじゃあそうだね、私はね、やってることっていうか、はい、うちの家族多いじゃないですか、はい、トイレのトイレットペーパーが、はい、すぐなくなるんですよ、うん、で私はこのトイレットペーパーを交換する、たまたま私のところに回ってくるのかわからないですよ。でもあとちょっとっていう時って結構苦手なんですよね。途中で切れたら、あいってなるじゃないですか。だから私はもうこれぐらいになった時には変えるんです。多分それがなんか幸運を呼んでるかもしれないですね。はい。次の方のための。そうですね。それをやってる。から変わっちゃないですよ、はい、でもやっぱりその最後のありがとう大作戦っていうのは、はい、常々、ね、うん、はい、口癖のように、はい、やってますね、うん、商売もやってきてるので、はい、もう本当にありがたいですよね、うん、この人と出会えること自体ありがたいですもんね。あ、そうですね、はい、はい、本当に今日は出会いに感謝っていうありがとうの色紙もいただきまして、お参りしそうに、ね、見えるかな、映ってます、映ってます、はい、これですね。なかなかこの、はいはい、遠い人とか他人にはありがとうって言えるんですけど、うん、身近な人
家族だったり大事ですよ、これ大事ですね、そうですね、言えなくてです、うん、うち、多分ね、夫婦間があのなんだかんだって自分勝手なことしてるんですよね、お互いだけど、あのやっぱりありがとうっていう言葉を未だにずっとお互いに言いますよ、はい、ごめんなさいはあんまり言えないんですよ、あだけど、なんかやってもらったらね、朝起きて弁当作ってくれたら、はい、ありがとうって言ってくれるから、あなんか、ね、毎日やる気にもなっちゃうんですか、うん、そうですね、はい、そこじゃないですかね、はい、私もあの自分でできないことね、電球変えたりとかできないこととかをやってもらうと、それは男がやるのは当たり前やって思うかもしれないけど、そうじゃないんですよ、私何でも自分でしようとする人なので、はい、だから逆にやってもらった時に超嬉しいんですよ、はい、ありがとうって、うん、そこでやっぱり声が出ますので、はい、多分そこが仲良くやっていく、そうですね、子供たちともなんですけど、はい、うん、もうありがとうっていうことは、はい、転記をせずに、はい、あのどんどんこう、はい、ね、あの口から出した方がいいと思いますね。世界に通じることですね。そうですね。はい。本、は、当、い、そう。ね、家族が通じることが無料です。無料です。無料ですかね。スマイル0円とありがとう0円ですからね。はい。最近でもなかなか、はい。ありがとうっていうこと、なんですか、家族に僕も言えなくて、うん、今日聞いて、はい、やっぱ家族とか身内、身近な人が言っていかないといけないなって感じました、ね、はい、じゃないとあれですよ、家庭がうまくいかないと仕事もうまくやっていけませんから、だから家でありがとうありがとうって言うとくんですよ、うん、そうするとね、あの何事もスムーズ、はい、循環よくいくと思いますよ、そう、確かに男の人、はい、ありがとうって褒められるとちょっと調子に乗ってどんどんやっちゃいますね。はい、そう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 。うまくこう手玉に乗せるっていういやらしい言い方やな。ちゃんと違う違う。本当も先ほど、はい、どんな風にして、ね、読むと思うっていう話だったんですけども、はい、本当にいろいろ考えたんですけど、はい、やっぱり普通にこう投げるとか打つ走るの練習は、はい、たくさん残るんですと同じようにやったと思うんですね、はい、でもこの、5つの子たちというのはおそらく、はい、この子たちというのは、しっかり、はい、ずっと継続してやり続けていた、はい、おかげなんだろうなというふうに思っていますね、はい、はい、ですから今、いろんなこう夢を持っている子どもたち、はい、ね、そういう子どもたちにはぜひおすすめしたい、はい、この5つの子ですね、はい、はい、そうか、じゃあ今日はこれを私もあれやね、書いて、はい、貼ろうかな、はい、ラジオね、っていうか、あの師匠がそういうの作ってませんか、この、あの夢を叶える五箇条みたいな、こういう、はい、こんなのとか、あ、じゃあ今度、ね、作ります、はい、はい、お願いします、はい、わかりました結構今日はあの、はい、なんていうんですか、最初、技術的なことを、はい、鶴川さんとってもすはい、できない人なので、はい、そういう話かなと思うと、はい、案外違くてですね、はい、こういうメンタルの精神面ですね、精神的な話聞けたら良かったなと思います、はい、うん、結局腕が良くても最後は精神力でしょう、ですね、継続して何かをしてきたっていう自信、この人としての自信、はい、これがやっぱりあるじゃないですか、そうですね、いや、チャレンジできる、強い心を持てる人間になるんです、そうですね、そういうことです、はい、うん、とプラス、はい、ラッキーとか幸運を自分のところに、はい、引き寄せる、引き寄せる、うん、られるような人ですね、はい、はい、行いですね、はい、はい、日頃の行いですね、はい、これがあればもう本人に叶うことですね、はいはいはい、私はね、小学校の時悪さばっかりしてたんですよそうですか、はい、だからすごいその悪さやってる時はもうすごい悪いことしか起きないですよね、はいうん、だけど悪いっぱい悪さした分、こんだけ悪さしたらこんなことが起こるんだなっていうのはもう本当に身に染みて感じましたので、はい、なるほど、はい、はい、でもいい経験だったなと思いました、はい、はい、もっともっとあのそうですね、この砂川さんのことをもっと知りたい方もいると思うんです、はい、そうですよね、なんかホームページとか、はい、はい、講演会とか、そうですね、あの大体月に、6、7回ぐらい、講演とか講話をしてるんですけども、
そうですね、今月は、まあ、一般の人が入れるかどうかわからないんですけど、25日の日に、実は桂高校に呼ばれてるんですね。で、26日は、那覇市の、母子家庭の母子家庭のお母さんたちに、こうするっていう、予定があります。はい。ですから僕はでも、呼ばれたところに、行かせてもらうっていうことですので、はい、もし必要があればどんどん手をかけてもらいたいと思います。はい、告知は、ホームページか、はい、どこかで見れたりします。はい、ローマ字でですね、夢そして数字の39っていうのを、検索してもらえば、僕のちょっとした紹介がありますので、はい、そこに講話の講演会の要請とかですね、そういったのもあります。はい、いいですか。はい、今日この番組の、いわゆる懐かしい甘い恋話や、苦い恋の思い出の話を聞くのを忘れてたんですよ。で、リスナーさんからも結構メッセージ来てたんですけど、これはまた来週にして、3分でですね、3分で、はい、まさみ師匠の、今ね、はい、愛する奥様との、はい、このなりそめの話を3分で。3分で。3分で、わかりました。もう、ワリの話は次にして。みんな聞きたかったですね。じゃあ、僕はずっと野球ばっかりしていて、はい、女性には縁もゆかりもなかったんですけど、はい、社会人になってですね、はい、野球をしながら仕事もしてたんですけども、はい、その時にたまたまテレビを見ていて、はい、ミスコンテストをしてました。はい、でその時に優勝した人がですね、はい、僕の、妻なんですよ。おお、はい、はい、これをもうあと2分ぐらいで、ね、話しても無理ですので、滑舌悪いからね。そうなんですよ。怒ってそうな感じで、お聞き苦しいんですけど、はい、はい、本当にもうこの人と結婚したいと思って、はい、もうどこに住んでるかもあんまりわからないし、はい、でも絶対この人と結婚したら、はい、子供が足が速い子供ができるって、ね、確信したんで、はい、探し合って結婚しました。すごい、はい、はい、中身はもうちょっとね、はい、残念ですけど話せないんですけど、今そうですね、はい、じゃあ、はい、また近々ゲストに来ていただいて、はい、今度はワニの話や、はい、ね、このヘアスタイルの話とかも突っ込みながら、はいはい、聞かせてもらったらなと思ってます。はい、わかりました。はい、こんな感じで毎回番組やっていくんですよね。はい、そうですね。はい、個性が運ぶ幸運のキャデラックとルーツ、はい、また来週です。聞いてください。はい、じゃあ次回は、まあ、いいですね。次回はちゃんとしっかり、ぐだぐだですな。恋バナも。そうですね。はい、次回はリスナーさんから、ね、集まったメッセージも読みながら、うん、はい、番組を進行させていただきたいと思います。まあ、リスナーの皆さんの投稿で成り立っていくと思いますので、そうですね、どん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 、はい、投稿してもらって、はい、そこはあとは、はい、名称とか、ショートですか、内野手がいますので、あ、私でございます。そうです。どんどん拾ってキャッチしますからね。かわいいね。はい、こんな感じで、はい、もう残り時間少ないんですけど、はい、個性が運ぶ幸のキャデラック&ルーツは、はい、毎週月曜日、はい、夜9時から1時間番組でお送りいたします。はい、じゃあまた最後、トモさん。まだ緊張してますよ。毎回目なんで。通常より固まってるから。徐々に徐々に慣れていきますので、はいはい。じゃあ皆さん聞いてください。はい、バイバイ。バイバイ、はい。どうもありがとうございました。See you. Good night. はい、お疲れ様でした。いや、楽しかったです。ね。
緊張感が。何見に行こうかってなっちゃう。緊張感ありましたね。めちゃくちゃやん。ぐだぐだなってた。いいんじゃないいいんじゃないですかね。ぐだぐださがいいんで。みんなを巻き込んで、ね、緊張感を。でもこのメンバーだからできるんですよ。はいはい。本当にそうなんです。うん、ね。お互いフォローしちゃってね。はい。ミクさんの欲しい欲しいな。そう色紙欲しいなって。欲しいなって。はい。ね、リスナーさんすごい話が聞きました。そうだよ。これも宣伝するの忘れたし。これプレゼントするって。じゃあ来週はプレゼントがあるから。はい、先週まさみ師匠から。はい。これをいただいて、皆さんにプレゼントしてくださいということで、はい、来週ってまだいつになるんですか。だから2週後ですね、生放送。12日だ。10月の12。12日にまた皆さん見てください。